皆さんこんにちは。千葉県教育委員会文化財課です。これから文化財課が行っております出土文化財活用事業ドキッと古代宅配便のうち勾玉作りについてご説明いたします。はじめに道具の説明です。児童が用意するのが雑巾1枚、500ミリリットルのペットボトルに水道水を入れてご準備ください。文化財課が貸し出すものは勾玉作りの模型、トレー、勾玉を削る砥石、紙やすりを巻きつける棒、そして勾玉キットです。勾玉キットについては文化財課がお持ちいたします。1つ300円でのご負担になります。勾玉作りの模型の箱には棒磁石が5本、年表、勾玉の説明の掲示物、それから勾玉作りで説明で使う勾玉の模型を拡大したもの、実際に古墳から出土した本物の勾玉、こちらは勾玉の見本となります。そして勾玉を作るときに手順に沿った模型になります。こちらが砥石の模型です。このように勾玉作りの手順に沿った模型を用意してあります。では実際に勾玉作りを始めたいと思います。掲示物を利用して勾玉の説明をいたします。用途、形、材料、そしてこちらの本物の勾玉を提示して生徒の興味が湧くと思います。勾玉についての説明が終わったら実際に勾玉を作る作業に移ります。注意点として、勾玉は絶対に落とさない、勾玉、砥石、それから紙やすりを仕上げで使うのですが、そちらもすべて水に濡らしながら作ります。勾玉を作る手順は全部で7工程あります。こちらの掲示物と、それから模型、こちらを使って説明を進めてください。では実際に勾玉を削ってみたいと思います。勾玉を削るときの注意点は、砥石の溝の部分を最初に使います。溝にまっすぐ勾玉をこのように当てて、端から端を使って大きく削るようにしてください。斜めになったりとか、こうやって入れてしまうと削れるとこや削れないとこが出たり、それから削らなくてもいいところも削ってしまいます。まっすぐに溝に入れて削るようにしてください。では実際に1番から2番、3番、4番、5番、6番まで溝を使って削っていきます。削るポイントは黒い線が消えるまで削ってください。最初にペットボトルの水をトレーに入れます。全部入れてください。砥石をひっくり返してよく濡らします。次にいよいよ袋から勾玉を取り出します。紙やすり2枚と紙ひもが入っていると思いますが、濡らさないように袋の中に入れておいてください。勾玉だけを取り出します。そして勾玉を水の中に沈めます。勾玉もよく濡らしてください。では実際に削っていきます。
工程1の1から6を大まかに削っていきます。溝に対してまっすぐに曲がたまを入れて削っていきます。そうすると白い削りカスが出てきます。削れているという証拠です。黒い線が消えるまで削ります。溝に白い削りカスが溜まっていきます。たまに水をかけて汚れを取ってあげてください。工程の2番に移ります。今度は今削った1から6をツルツルにします。やり方ですが、こちらの砥石の溝を使って削った1から6をこのようにゆらゆらと力を抜いて優しく溝の中で動かしてあげてください。あんまり力を入れるとどん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 曲がたまが小さくなりますので、力を抜いて優しく溝の中で動かしてあげます。たまに背中を触ってあげて、この背中の部分が丸くなればツルツルになれば OK です。次は1から6をツルツルにします。力を抜いて1から6に丸みをつけていきます。溝の部分でゆらゆらとこのように力を抜いて溝の中でゆらゆらと背中の部分を削ってください。背中の部分を触ってあげて、出っ張りがあるところをピンポイントでゆらゆらしてあげると背中の部分がツルツルになります。次に工程の3に移ります。7番8番を削ります。7番8番はここは注意が必要です。どのように削るかというと、今度は砥石の溝は使いません。こちらの角を使います。例えば8番を削りたい場合は8番に角を当ててこのように削ってください。7番も一緒です。7番に当ててこのように削ってください。これをやりすぎるとどうなるかというと、お腹の部分も削れてしまいます。ですのでこのように7番8番の出っ張っているところが削れれば OK です。内側の黒い線は残して削るようにしてください。次は砥石の角を使って削っていきます。8番角に8番を当ててこのように削ります。ポイントはお腹の部分の黒い線は残すことです。作業工程4に入ります。今度は今削った7番8番の部分をツルツルにします。袋から紙やすりを出します。2枚入っていると思いますが、裏に600と書いてある紙やすりを出してください。棒に巻きつけて今削った7番8番の部分をツルツルにします。工程4に移ります。7番8番をツルツルにします。ここから紙やすりを使います。砥石は使わないので横向きにして上の方に置いてください。そして袋から紙やすりを取り出してください。2枚あるうちの裏に600と書かれている紙やすりです。それを真ん中で
何回も折って折り目をつけて、ちょっと切って引っ張れば2枚に切れます。1枚はテーブルの上、1枚は水の中に沈めてよく濡らしてください。紙やすりを棒に巻きつけて、今削った7番8番をツルツルにしてあげてください。7番8番のちょっと出っ張ってるところがなくなれば OK です。黒い線はまだ残してください。次はお腹の部分の角角を取ります。裏表やります。どのようにやるかというと、このように紙やすりを巻きつけた棒を斜めに入れてあげて、このように削っていきます。黒い線を消すイメージでヤスリがけするとお腹の部分の角が取れます。裏面は黒い線が書いてありませんが、書いてあると思って同じように斜めに入れてこのように削ってみてください。また棒が使いづらい子供さんがいると思います。その場合は親指でもできます。紙やすりだと思ってください。このようにお腹の部分に紙やすりを巻きつけて、親指でこのようにゴシゴシと黒い線を消すように、表面、裏面削っていきます。紙やすりを巻きつけた棒を勾玉に斜めに当ててこのように削っていきます。そうすると黒い線が消えてお腹の部分のカクカクも取れるはずです。もしも棒を使うのがやりづらい場合は親指でもできます。このように紙やすりを巻きつけて黒い線を消すイメージで親指に力を入れて削ってください。表面裏面行います。次は紙やすりで全体を磨きます。曲がたまをよく見てみると斜めに筋が入っていると思いますが、これはノコギリの跡です。まず最初1分間ずつ紙やすりで表面を磨いていきます。表1分、裏1分磨いてください。それが終わりましたら曲がたまに全体に丸みをつけます。このように丸曲がたまに紙やすりを巻きつけて、角を取るイメージでゴシゴシと曲がたまを削ってください。削る作業はここで終了となりますので、よく触ってちょっと角があるなと思ったらピンポイントで紙やすりをかけてあげると丸みがつきます。では次に600の紙やすりで全体に丸みをつけツルツルにしていきたいと思います。もしも 今使っていた紙やすりがボロボロになってしまったら、もう1枚の紙やすりを使っても構いません。では最初に表面についているノコギリの跡を削っていきます。表1分、裏1分一生懸命磨いてください。ノコギリの跡は消えましたか？そしたら次は全体に丸みをつけてツルツルにしていきます。曲がたまを紙やすりに巻きつけてこのように動かしていくと丸みがつきます。ちょっと力を入れても大丈夫です。曲がたま全体を丸くしていきましょう。そしてたまに水を濡らすのを忘れずに。次は1500の紙やすりで仕上げに入ります。1500の紙やすりをやはり同じように2つに分けて、今度は削るんではなくて磨きます。
このように紙やすりを曲がたまに当てて全体を磨いてください。これも5分程度時間をとってあげてください。5分間全体的に磨いたらもう一度曲がたまを水につけて雑巾で拭いてあげると曲がたまの完成です。では最後いよいよ仕上げに入ります。7番1500の紙やすりで磨いていただきます。こちらの紙やすりもやはり2つに分けて1枚は水の中へ、1枚はテーブルに置いてください。こちらの紙やすりは削るというよりも艶を出す紙やすりです。全体をまんべんなく5分間ほど磨いてあげてください。そうするとツルツルになります。5分間まんべんなく磨けましたか？そしたら完成です。雑巾で曲がたまをよく拭いて紐を通して完成となります。曲がたまのところで一つ固結び、曲がたまが動かないようにします。そして上の方も固結びをして首から下げて完成です。以上が曲がたま作りの解説となります。実際に文化財課の職員が学校に訪問して行う場合は授業時間2時間、約1時間半となります。お問い合わせやご相談については概要欄をご覧ください。また道具の貸し出しやご希望の方は出張研修も行っております。ぜひご活用ください。